はい、清岡応援チャンネル税理士の諸田です。今回こちらのリミックスポイントの2020年3月期第3四半期の決算ということで、これ昨日発表されましたので、こちらを解説していきたいと思います。はい、まずこちらの決算端子の1ページ目ですね。こちらに前期の第3四半期の累計との比較が載ってるんですね。で、売上営業利益、経常利益が載ってるんですけども、前期との比較まとめたのがこちらなんですけども、売上が約マイナス12億円、経常利益がマイナス4億円、純利益がマイナス42億円ということなんですけども、こちらについては、トレーディング損失、金融関連事業のトレーディング損失と仮想通貨の流出がですね、これ7月にあったんで、そこがね、やっぱ主な原因ですよということで、こちらを見ていただきたいんですけども、これ3ヶ月間ごとの損益の推移っていうことで、こちらから古い文順ですね、こっちが一番新しいということで、ここでいくと2018年の4月から6月、7月から9月、10月から12月でずっと来てて、最新が2019年の10月から12月ということですね、になってまして、ここの縦の欄が、ここが売上、ここが営業損益、利益の部分ですね、っていう表になってます。で、主な業種っていうのはこの上から4つですね、エネルギー、自動車関連、金融関連、旅行関連ということで、まあ、この4つ見ていただいたらいいと思うんですけども、でまずこのエネルギー関連事業ですね。エネルギー関連事業については、まあ、売上はまあこう16億19億16億とずっとまあ来てまして、まあ、ほぼ横ばいとも言えるんですけど来てますと。でここの利益ですね、赤の枠が囲ってありますけども、ここについてこの3ヶ月3ヶ月はずっと1億利益出てるんですね。なので、まあ、売上がこう伸びてるわけじゃないんですけども、利益がこう出てきてるかなというところがありまして、でこの売上が伸びてないのも仕入れの調達単価が減ったんで、まあ、その分売上も下がってるということで、まあ、ここについてはね、売上下がってる分はそのマイナスのことはないかなっていうところで、逆にこう利益が出てるっていうことでプラスの部分かなっていうところですよね。自動車関連事業、こちらはもうずっとね、売上もほとんど変わらず、利益もほぼゼロっていう状態になってますね。で、ここの問題の金融関連事業なんですけど、ここがずっとこう売上があって、まあ、ここがマイナスになってるのがね、このトレーディング損失っていう形で、もうそのリミックスポイントの子会社のビットポイントジャパンですね、そこが持ってる仮想通貨を売買、自社で売買したことで、まあ、損失を出してるんですね。でその損失っていうのが、まあ、その売上のマイナスっていう形で経理する形になってるんですよ。ちょっとこれ分かりにくいんですけど、売上は売上で表示してほしいんですけどね、そこと相殺する形になってるんで、ここがマイナスになってるというところですね。でそういうのがあって、その 前回の第3四半期、第2四半期ですね、前回の第2四半期でいくと、ここ流出した期なんですけど、7月なんで、4億9000万、約5億の売り上げがあったんですよね。だから、まあ、ひょっとして、まあ、そんだけ悪い状態でもこんだけ売り上げ出せるのかなっていう期待もあったんですけど、ただそれ大口取引かなみたいなこともあって、今回どうかなと思ってたんですけど、それがやっぱりね、こう売り上げとおんと下がって4100万しかないっていうことで、やっぱりこうね、通常でいくとこれぐらいになるのかなって思ったのが実際ですね。4100万の売り上げで損益としては3億5000万のマイナスということで、やっぱり3ヶ月で4億ぐらいその費用かかってるんですよね。固定費というか費用がかかってるんで、維持するのにそれぐらいいりますよっていうところですよね。旅行関連事業についても売上がなくて経費がちょろちょろかかってる状態、まあ、これもね、結局売上に転嫁するのがまだまだちょっと先になりそうなんで、こういった状況が続きそうかなっていうところですね。最終の損益、この第3四半期でどれぐらい損益が出たのかなっていうところがここですね、3億9900万マイナスっていうことで、まあ、見てもらうと、もうほぼこの金融関連事業のマイナスがここに来てるのかなっていうところですね。約4億ぐらいそういうマイナスが出てる。一番期待というか、あれのエネルギー関連事業の内訳なんですけども、こちらについてこの供給施設の数のこの推移ですね、3ヶ月ごとの推移があるんですけども、ここについてはまあ順調にこう伸びてますよね。供給施設数ですね、こう特にね、こう最近でこうグッと伸びてるかなっていうところがあるんで、ここはまあ OK かなっていうところですね。
で契約電力についても、まあ、ちょっと欲張りですけども、まあ、ここもね施設数が伸びてるんであれば長期的に見ればいいのかなっていうところなんで、まあいいかなっていうところなんですよね。でただ一点ね、ここでちょっと気になるのがここの代理店数なんですよね。代理店、まあ、代理店をいろいろ開拓してそこにこう教育施設の契約とかどんどんやってもらってると思うんですけども、そこがねここに減ってるんですよね。ずっとこう伸びてたのがここに来て減ってるんで、この影響がね今後その供給施設数の伸びに影響しないのかなとか、今後その代理店数は伸びないのかなとか、そこら辺ちょっと気になりますよね。まあ、このね数自体っていうのも、まあ、もちろん重要なんですけども、その稼働してるね代理店数が増えてるっていうことであれば問題ないんですけども、まあ、形だけね増えてても仕方ないんで、そこら辺がちょっとね今後見極めたいなっていうところになりますよね。金融関連事業の課題ですね。こちらについて、まあ、ビットポイント台湾からの損害賠償の提起があって、まあ、約10億円提起されている状態で、まだこれどうなってるかっていうのは出てないと思うんですけども、まあ、そういった問題があるのと、取引高ですよね。仮想通貨の流出後取引高が10分の1以下になっているということで、ここについて信頼回復がもちろん必要ということになってくるのもあって、あさってる仮想通貨をコールドウォレットでのみで保管するということで、今そういう状況で運用していってるんで、まあ、これはすごいね信頼につながるんだと思うんですね。取引高ですね、1月以降は10月12月に比べると、出来高が増加してます。ビットポイント の口座を持ってると過去の取引高が分かるんですね。ビットコインがいくらとか、まあ、日ごとに分かるんですよ。月ごとっていうのも相当したりできるんですけど、ビットコインもそうですし、イーサリアムとか全ての通貨はそれ見れます。で見ると10月から12月に比べると 1.7 倍ぐらいになってるかなっていうとこではあるんです、はい。ただまあそれが回復してるためなのか、最近ねちょっと仮想通貨が上がってきたりもするんで、そういった影響なのか分かんないんですけども、まあ、そういった事実はあるというところですね。で取引高っていうのがねすごい重要になってくるのが、株式の売買でいくと、まあ、証券取引所っていうのがあって、そこでまあ基本売買されるわけなんですよね。でそれをどこで取り扱うか、例えば SBI 証券とか楽天証券とか取り扱うにしても、ここの売買の売り主と買い主っていうのが出てて、そこでこうやるわけなんですよね。そこに集中してやっていくわけになるんですけど、この仮想通貨っていうのがちょっと違うんですよね。取引所によって独立してるようなイメージですね。 A の取引所には A の取引所の会員の方が売買できるということなんですよね。で B の取引所は全く別なんですよ。 B の取引所で登録している売り主と買い主しか売買できないんで、 A と B の取引所で価格差っていうのができるんですよね。価格差ができる、全く同じではないです。よく似てるんですけどね。そういうのがあるんで、その取引高っていうのは重要になってきますね。より重要になるかなというところですね。ビットポイントについては12月に全サービスを再開したと、まあ、これはねポジティブな情報だと思うんですけども、で新規口座受付についても12月25日から開始してますよということで、まあ、一番底の状態っていうのはもう出してこれからかなっていうところですよね。これからどこまでこう伸ばしていけるのかなっていうところにはなったかなという部分になります。で今回のねその決算説明資料の中でちょっと気になったのが、まあ、これロゴがちょっと変わったっていうのがあるんですけど、でその中でですね、ここですね、2020年春に向けた販売所アプリのリニューアル、取引サイトのリニューアルを含めた、刷新を予定ということで、販売所アプリって書いてあるんですよね。でこれがね、ちょっとね、気になったんですけど、その取引所と販売所っていうのが仮想通貨の取引所の中ではあってですね、ビットポイントっていうのは取引所だけしかしてなかったんですよね。でここがどう違うかというと、取引所っていうのはもう株式売買と同じようなイメージで、利用者ですね、利用者、売りたい人と買いたい人の売買になるわけで、その場を提供してるだけなんですよね。ここで売買してくださいよと、で売りたい金額と買いたい金額が合えばそれで OK ですよと、でそこでその証券会社でしたら、まあ、手数料をもらうっていうような感じです。
ですよね。ですのでメリットとしてはその時価ですよね。結局買いたい人売りたい人の時価で購入売買ができると。ただデメリットとしては売りたい人がねいてなければ買えないんで、まあ、例えば大量に買うとかでしたらね、こういうの取引所で行くと価格が高くなっちゃったりもするんで、そういった場合はデメリットがありますよということですよね。でこちらの販売所については販売会社との売買という形で、例えばビットポイントがその1ビットコイン100万の時に僕からまあ1ビットコイン100万で購入しますよね。でそこの販売所を通して買うということになると、投資家の人はその1ビットコインを例えば102万とかいう形で載せた状態で買うわけなんですよね。また販売所で売るってなると今度98万みたいな、100万が98万みたいな、そこがまあスプレッドって言われる部分なんですけど、そういうのが販売所ですねになるんで、メリットについてはすぐに売買できるってことですよね。その販売会社が持っているビットコインの中であればすぐに売買ができると。ただデメリットとしてはスプレッドですね、先ほどの価格差があるんでそこの分割高になってきますよっていうことで、だから通常であればまあ両方ある取引所と販売所、買う方の立場ですね、買ったり売ったりする方の立場でいくと、急がないんであればもう取引所で全然いいかなっていうところですね。ビットポイントが、まあ、今までこう取引所しかしてなかったわけなんですね。場の提供しかしてなかったと。で手数料も取ってないんですよね。売買手数料取ってないです。でどこで儲けるねんっていう話なんですけども、それがそのさっき言ってた取引所間の価格差なんですよね。こっちの取引所では100万で売買されてるのがこっちで99万で売買されてたりするわけなんですよ。なのでそこの差額をこう1万円の差額があるんでそこを利益にしてるっていうようなイメージなんですけども、その価格差っていうのも2年前とかでしたら結構価格差があったんですよ。5万とか普通にあったりする場合もあったんで、多かったらね10万超えてる時もあったんですよね。そういったところであればその価格差だけで結構儲かるっていう場合だったんですけど、今はもうほとんどその価格差がだんだん減ってきてるんですよね。ある程度ねその仮想通貨もこう浸透してきてますし、情報もこうね横でも連携もどんどん取れてくるんで、価格差っていうのはほぼなくなってきてると思ってもらってもいいと思うんですよね。そういうところでいくとそこでなかなか利益が取れないということが想定できるんですよね。そういうのもあってか知らないですけども、この販売所っていうのを今後やっていくのかなっていうのが先ほど の説明資料から読み取れるかなっていうところになりますね。で株価の推移ですね、ちょっと見ときたいんですけども、これ5年間の推移なんで、まあ、ずっとこうね低い株価で来てて、仮想通貨のこう盛り上げがあってドーンと上がってまたドーンと上がって、でここの7月あたりですね流出があってちょっとバーターン下がって、でそこからちょっとまた地理品になってきてて、今154円ですかね、昨日の段階でなってると。だからもうここの前の段階とほぼ変わらない。ただまあ株価は増資したりしてるんで株数が増えてる分時価総額はちょっと上がってますよね、ここに比べるとっていうような状態ですね、はい。でその増資の話なんですけども、これ2020年2月にエクイティファイナンスっていう形でその株式を購入する権利、新株予約権っていう分ですね、これを割り当てますよっていうことで、リバイブ投資事業組合に対してっていうことなんですけども、まあ、これちょっとねかなりすごいこの文章が何ページですかね、100ページ近くこう内容があるんですけどね。でそれも私も全部理解したわけじゃないんですけども、ちょっと超簡単に説明しますと、こういう感じなんですよね。リミックスポイントがあって、リバイブ投資事業組合っていうのが割り当てられる会社であるんですけど、ここに、ここの会社に対して、その株式を購入する権利を売るっていう形で、ここが持ってるわけなんですよね。で、それをするとどうなるかっていうことなんですけども、ここは、このリミックスポイントが新たに株を発行するんですけども、今までにない株ですね、を最大2300万ほど発行して、するんですけど、それを安くちょっと買えるんですよ。 5% とか 10% 引き、ちょっといくらか忘れたんですけど安く買えると。ここの会社としては別にこれ長期保有目的ではないんですよね。一部
今回でしたら300万株ですかね、それは中長期で保有するみたいな話になってるみたいなんですけど、まあ、それでもほとんどねちょっとじゃないですか、この割合からしたら。だから基本的にはまあちょっと安く売ってすぐ売るみたいなことだと思うんですね。まあそういうふうに取られてると思うんですよ。そういうことでいくと、今市場にない株が新たに発行されます。でもちろんそれに対して約40億全部発行されたら その時の160何円で計算してるのが40億なんですけども、それもこれ変わってくるんですけどね。そこにここお金が入ってきます。でもちろんここの会社としてはお金をそれ運用して利益を出していくっていうことなんですけども、それがすぐ直結して利益に直結するわけじゃないじゃないですか。それを使って何年後かにまあ利益を出そうとしているわけなんですけれども、で証券市場とすれば今までない株がこんだけ増えるわけなんですよね。2300万増えて、でここが全て持っててくれたらいいわけなんですよ。持っててくれたらまあここには影響しないんですけど、まあ基本的にここ売るだろうっていうふうに見られてるんで、まあ、2000株以上がこう売りだけが出てくるわけですよね。そうするとどうなるかっていうと、まあ、基本的に売りだけが出てくるんで株価は下がるかなっていうふうに見られるんですよね。ただそれだけじゃなくて、こっちにはその資金としては入るんでマイナスだけではないんですけど、既存の株主にとってはやっぱり株式が薄まるっていうようなイメージですよね。株式が薄まって価値が下がるっていう、結構株式が投資家には厳しい増資の手段なんですけどね、になってきますね。これが例えば、まあ、他 その提携するような会社があって、そこがその新しい株式を、発行してもらって資金を入れる、でここが一緒にやっていくんで持っていますよと、持ってますしさらにこう一緒に事業やっていきましょうみたいな増資だったらこういうことじゃなくてポジティブに捉えられると思うんですけど、今回はその、まあ、どっちかというと売るの前提みたいな感じがあるんで、なかなか厳しい増資かなっていうところですよね、はい。でこの増資っていうのが、まあ、さっき見てもらったあれなんですけど、第12回の新株予約円でなってるんで、結構これ定期的にこういう形でされてるんですね。ですんで、まあ、もう基本的にこういうのは定期的にあるんだろうなっていうのを踏まえた上で投資をする方がいいかなっていうですね。まとめですね。でエネルギー関連事業については、まあ、ここ最近は安定して利益が出てますよと。で供給施設数も増加してるんでいいんですけど、ただ代理店数がね減少したのはちょっと気になるなってことですね。そうですね、金融関連事業の固定費、まあ、約4億ぐらい営業費用がかかってると思うんですけど、そこをどうカバーするのかですよね。まあ、ここのね金融関連事業を使って利益が出せるようなね話とか、まあ、そのプランとかを出してもらうのを期待してると思うんですけども、今のところそういうのがちょっと見えてこないかなというところですね。でそうですね、この会社っていうのは新しい事業をね軌道に乗せていくのが非常にうまいと思うんで、2月12日にプレスリリースが出て、電気のシェアリングサービスですねが出てたんですね。でこれはですね、その2019年の11月頃からその太陽光発電の余剰電力を、まあ、国が買い取る制度っていうのがあって、それをある程度保証されてたんですね。その保証金が切れると、でその買い取りが今後その電力会社次第になってくるっていう部分があって、そこの受け皿としてリミックスポイントがもともと電気事業をやってたりとかブロックチェーンを活用したりとかで、そこの領域に入っていこうかなっていう検討の委員会を立ち上げたということがあって、それを8月か9月頃までに参入するかどうかを決めるみたいな形でプレスリリースが出てました。これも検討する段階なんで、まだまだね実現するかどうかっていうのはあるんですけども、まあ、ただね新しい事業を軌道に乗せるのは確かに上手だと思うんで、そういった展開をねいろいろ期待できるような展開をしていっていただけたらなと思います。それでは今回の清岡応援チャンネル以上となります。今回の内容が少しでも役に立ったと思っていただけましたら、チャンネル登録といいねのボタンをお願いします。ありがとうございました。